仕方がないね。本当は話したくないんだけど、できる範囲で説明しよう。僕たちは極秘任務を受けてプロの方が来た。確かここは君が知っているローランドではない。僕の考えが正しければ、君は未来から来た。未来？ああ、君に話したくなかったのは、未来の人間がこの時代に関わることで時の流れが大きく変わってしまうからさ。ここは君たちがいた時代よりおそらく20年ほど昔、そしてさらに6年前にも未来から来た忍びがいる。君と同じように突然ね、忍びの名はムカデ。俺たちが追ってたやつもムカデだってばよ。はあ、何がなんだか全然わかんねえ。君たちに何が起こったのか教えてくれないか。何かわかるかもしれない。俺たちは龍脈までそのムカデを追い詰めたんだけど、奴は封印の術式を体の中に取り込んでしまって、そしたら君もムカデも時空間忍術で未来から時間を遡ってきたっていうわけだ。よくわかんないけど、それじゃあもう戻れねえのか。でも君が言うように術式を体内に取り込んだのならば、ムカデを倒せば時間が元に戻って君も未来へ戻れるんじゃないかな。本当か？とにかく急いでムカデを倒さなければ時代はさらに大きく変わってしまうだろう。ああ、思い出した。あんちゃんの顔どっかで見たことあると思ったら、顔岩の四代目にそっくりだってばよ。それは笑える話だ。今の影はまだ三代目だから。しかしこの小僧未来から来たんだってば。未来の話はやめよう。余計なことを知ると歴史が変わってしまうからね。あ、ローラには龍脈の力が眠っていて、ムカデはその力を利用して空鬱兵器を開発しているんだよ。俺様の空鬱の術に龍脈の力を取り入れ、そうすれば俺様は五大国どころかこの世を支配することだってできる。そういえばムカデもそんな。お黙りなさい。あなたたち嘘ばかり言わないで。6年前この町に現れたのはムカデとかいう忍びではありません。安禄山という立派な男です。今や安禄山は大臣としてお母様の意志を継ぎ、この町のために働いてくれています。平和を愛するあの男があなたたちの言うような兵器を開発するなど考えられません。女王陛下、残念ですがあなたはその男に騙されております。そんな話信じられません。あなたたちの方がよっぽど怪しいわ。おい、どこ行くんだよ。私が直接確かめてまいります。お前さっき命を狙われたんだろ。そのアンコロ、あ、ムカデのせいかもしんねえぞ。二手に分かれよう。君には女王陛下を守ってもらいたい。サーラを守るのはいいけどよ、俺はムカデを捕まえなきゃなんねえんだ。俺たちが奴を取り逃したからこの厄介なことになっちまってんだろ。ここに詳しい僕たちがムカデを探した方が早い。それに任務の途中で君を加えるわけにはいかない。君も木の葉の忍びならわかるだろう。サーラの命を守るのも大切なことだ。しょうがねえな、分かったってばよ。サーラをほっとくわけにもいかねえしな。これを。あれ、この組合は僕の特別生産。これを持っていてくれれば君がどこにいても駆けつけることができる。封印の術式だったかな。ってことはやっぱりこの人は。なあ、アンちゃん、早く行け。今は一刻を争う。分かったってばよ。サーラのこと頼んだよ。サンキュー。僕もちょっと声優になりたいなと思ってるんですけど、I feel like after listening to that, I feel like having a world at this voice acting thing. すごいですね。その、声優になろうと思ったきっかけは何ですか？ Why did you want to become a voice actor? 僕の両親が、はい、
アメリカのドラマ、テレビドラマ大好きで、はい、小さい頃に僕はよく見ていたんですけれども、その影響で、声優になりたいなっていうふうに思いました。すごいですね。So when he was a young lad, his parents used to watch a lot of like American dramas, and they were like dubbed at the time, and he used to watch them and knew about there was like a job for an actor, voice actor. So he that's why he decided to become one. すごいですね。そしてまだまだ、はい、あるんですね。 So you have like even more goodies for us, is that right? まだまだあるんですね。実は、これは本当にどうしようかなって迷ったんですけれども、ちょっとクライマックスシーンをちょっと見せたいなと。 Alright, so we have one more scene, like a climax scene. Who likes the climaxes? これは泣けるかもしれませんよ。